健一です。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。オデッセイハイブリッドに乗りながらですね、オデッセイの話をしていこうと思います。最近ですね、初めて後期型のオデッセイがですね走っているのを見ました。いや本当に初めてすれ違ったんですけども、つい最近、予想以上にいいですね。見た目かなりかっこいいなと思いました。やっぱりですね、実際に動いているところとか走っているところとか実際の車を見ると印象って変わるよなっていうのを実感しまして、もちろんですね、僕はこのオデッセイハイブリッドの前期型も好きですし中期型も好きなんですけども、後期型、いや本当いいなと思いました。本当にですね、金銭的に余裕があったらちょっと買い替えたいなって思うぐらい良かったですね。またこれからどんどんと後期型に乗る人増えてくると思いますので、前期型乗ってて、またまたですね、新型を見るたびにですね、新型というか後期型を見るたびにオデッセイハイブリッドの後期型が欲しくなるんだろうななんて思ったりもしております。はい、でオデッセイがですねマイナーチェンジですけども、これだけ大きく変わるとですね、やっぱり話題の一つになってくるのは嬉しいことですよね。まあ、ベストカーウェブではですね、今までもオデッセイが、落ちぶれたみたいな感じの記事はよく見てましたけども、今回の記事はですね、まだ終わってないみたいな感じでですね、オデッセイが復権するにはみたいな、そんな感じのことを書いてくれていますね。やっぱりですね、今回のマイナーチェンジっていうのはかなり市場にとってはポジティブだったんですよね。売上の台数もかなり増えてきてるっていうのもありますし、仙台超えてますしね、2020年の最後の方ですね、11月12月と仙台を超えてきているので、やっぱりですね、この見た目になってより人に欲しいと思える人が増えてですね、このオデッセイの良さが伝わっていくっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いました。本当にミニバンの中ではですね、走れる、しかもミニバンとしての機能が充実してる唯一無二のミニバンだと思うので、本当にオデッセイハイブリッド、オデッセイはですね、ミニバンで購入して欲しい車ということになりますね。もうミニバン買うならこれが一番と言いたいんですけど、ちょっと高いんですけどもね。で、本当にオデッセイにしかない魅力ということで、書いてあるところですよね。それがですね、3列目の座席を使わないときに折りたたんで床下に収納できるっていうことは、オデッセイのいいところじゃないかなと書いてありますね。この3列目がですね、床下には収納することができるんですけども、残念ながら3列目を収納するときは全ての座席が折りたたまれるっていうことになるので、例えばですね、前2人、真ん中2人、後ろ1人みたいな、そういう使い方はできないんですよね。シートを畳んでしまうと左右がですね分割してさらに床下に収納できるといいとは思うんですけども、ただですね、僕は跳ね上げ式のタイプと比べるとですね、床下に収納される方が邪魔にならないのでいいなっていうのがあるので、その跳ね上げ、片側ずつ跳ね上げのことを思うと、僕は床下収納っていうのは気に入っております。で、床下に収納することでですね、最高の4人乗りになるっていう、いや本当にそんな車なんですよね。もうむちゃくちゃ後ろまで下がりますからね、ロングスライドで。プレミアムクレードルシートがめちゃくちゃ後ろまで下がるので、本当に4人乗りでも快適なんですよ。後ろに乗る人が快適みたいな、そんな感じですよね。後期型になるとですね、遮音ガラスが入ったりとかですね、さらに遮音材が増えているっていうこともあるので、快適にオデッセイの室内空間を過ごせるんじゃないかなっていうのが想像できるんですけども、この辺もですね、ぜひ
試乗した時とかに確認してもらうといいんじゃないかなと思います。どこに座席があるかで多分音の感じ方とか違うと思うんで、これもですね、試してもらうといいなと思います。それでですね、まあ左右にその後席って結構重いんで、跳ね上げるタイプのものより床下に下ろせる方が重心位置が下がるので、やっぱりそれもですね、オデッセイらしいいいところなんじゃないかなと思いますよね。あ、それとですね、以前に出した動画の中でですね、ガソリン車とハイブリッド車の比率がですね、ガソリン車の方が8割って言ってたんですけども、この記事によるとですね、ハイブリッド車とガソリン車でやっぱりハイブリッドの方が 66% でガソリンが 33% ということで、ハイブリッドの方が売れているっていう風になってますね。この間の数字はおそらく取材した販売店での売り上げの数字だったんだと思います。ですので全体で見るとやっぱりハイブリッド車の方が売れているっていうことになります。高いんですけどもね。そしてグレードもですね、やっぱり上級なアブソルト EX が一番売れているっていうことになります。まあ、これはですね、もう間違いなくアブソルト EX にするのがいいと思います。そうで、一つだけですね、この記事の中でご表記があってですね、ちなみに現行の5代目は全高 1700mm を超えるって書いてるんですけども、いや確かに 1700mm を超えるグレードはあるんですよ。それが5代目は四駆に関しては 1725mm っていうことにはなるんですけども、それ以外のですね、ハイブリッドと FF のガソリン車はですね、1695mm でですね、 1700mm は超えないんですね。それがですね、オデッセイの魅力なわけです。 1700mm 下回る。そしてですね、居住性が最高に優れてて、で運転するのも前高が低い分ですね、重心が低くなって走りがいいっていうのがですね、このオデッセイの良さっていうことになりますので、この前高は 1700mm 超えるはちょっと訂正していただきたいなと思うところではありますよね。まあ4個は超えるんですけども。でまあこのオデッセイですね、今後の発展のためにどういうことが必要なのかっていうことも書いてまして、これはですね、僕も大いに賛成なんですけども、 PHEV の設定ということですよね。これは本当に賛成なんですね。やっぱりこのオデッセイの売り上げが6割ハイブリッドっていうことを、6割超えがハイブリッドっていうことが、まあ、全体の売り上げから分かることっていうことなので、やっぱりですね、このオデッセイのハイブリッド車の魅力っていうのは高いんだなっていうことが分かるわけですし、その IMMD を使って下から出るトルク感を楽しむ走りっていうのと低燃費っていうのが両立させることができるので、高速領域になっていくと確かにガソリン車の方がいいんですけど、それにおそらくガソリン車の方が軽快な部分っていうのは大いにあるとは思うんですけども、燃費のことを考えたりですね、静かなミニバンに乗るっていうことを考えるとですね、ガソリン車も結構静かなんですけど、ハイブリッド車っていうことにはなるのかなと思います。でさらにですね、そのハイブリッド車を PHEV にしてしまえばですね、モーターだけで走ることができる期間がかなり増えるっていうことになるので、これはですね、かなり魅力的になりますね。でさらに今でもですね、1500ワットの電源がついてるんですけども、それをですね、エンジンを回さずにですね、電気を使えることができるってなったら、まさしくですね、家に置いておくとミニバンとしての使い勝手もいい、家に何かあった時に給電もできるみたいな素晴らしいミニバンとなるわけですね。まあ、ただですね、バッテリーの容量を上げないといけないっていうことが出てきますので、この重心を保ったままバッテリーをどこに積むんだっていうことが一つと、それとバッテリーの容量を増やすとですね、価格が絶対に上がるっていうことが確実なので、そんな車は買えるのかっていうところもあるので、まあ、本当にお金持ちにしか買えない車っていうことにはなるのかもしれないんですけど、 PHEV っていう選択肢があるのは本当にいいのかなと思います。家に充電器があればですね、例えばちょっとそこに買い物行くっていうことであれば、ガソリン消費せずに行けるっていうことになるので超魅力的になりますよね。まあ、もちろんただ冬場とかですね、暖房をつけるとおそらくエンジンが回ってガソリン使うっていうことにはなりますし、ガソリンが全く使われないとですね、それはそれで
燃料系の問題が出てきますので、定期的にガソリンを使うということにはなるとは思うんですけども、エンジンを回して、まあ、それでもですね、近所のお買い物に使うのにもですね、気楽にオデッセイに乗っていけるっていうことは素晴らしいっていうことです。やっぱり後期型に変わってですね、オデッセイ、ハイブリッドオデッセイの魅力はですね、さらに増してきているのでですね、この先このオデッセイがですね、プラグインハイブリッドを付けたりとかですね、このミニバンの形を継続させて大量に売れなかったとしても、それなりの販売台数を売っていけばですね、まだまだ魅力ある車になるっていうことはもう間違いないことではあると思います。やっぱりですね、今後もオデッセイどういう姿になるのか見ていきたいっていうのがどんどんと湧いてきますよね。いや、本当に後期型を実際にリアルで走っているところを見てかっこいいと心の底から思いましたので、ますますですね、オデッセイの今後が楽しみだなと思いました。ぜひまあ、なんか最近こういう動画を撮ってるとですね、オデッセイを消さないでっていうのが最後のコメントになりがちですけども、いや本当にこのままですね、オデッセイは継続して販売してほしいなと思います。金銭的にですね、買えるぐらいの経済力がついたらですね、オデッセイはどんどんと買い替えていきたいとは思いますけども、はい、もうオデッセイは継続して乗っていきたいと思っておりますので、ぜひ本田さん継続して販売をしてください。それではですね、今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。